皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月の14日、15時33分、近日の、まあサッカーの試合などを精査して、まあ状況をお伝えします。近日ドイツで日本とドイツの、サッカーの親善試合があって、日本は4対1で勝ちました。試合前にどのような受け答えが森保監督とあったかといいますと、まあテレビを通して時間軸を超えての会話なんですけども、まあ淡井圭介としては日本時間でまあキックオフがそのもしかしたら4時かもしれませんけども、テレビの放送は、3時30分夜中で、その時間帯を付き合うのはこちらも無理だと。で、そもそも親善試合は必要ないと、エネルギーの残存量問題の方が上であるということを森保監督にお伝えしてたんですけども、まあ森保監督の方ではそれなら招待してドイツに招待されて行っていると、まあそういうことをおっしゃっていまして、まあ結果的に4対1で、勝ってます。で、片や同日バスケットボールのワールドカップの決勝戦が行われていて、ドイツ対セルビアだったんですよ。でドイツが優勝してる、まあバランス調整なのか何なのかというところなんですけども、他にも、2日前、2023年9月の12日ですね、阪神タイガースの試合が 1-0 で、まあ早く終わりましたので、20時過ぎですね、夜の8時過ぎで、その後西武ライオンズ側について、まあ延長戦に突入して、一時期は同点まで持っていって、それで本当はまあ引き分けもしくは勝ってほしかったんですけども、ソフトバンクはね結局4点取って延長戦で、まあ私としては今シーズンに関して、ソフトバンクに関してはこう近年何回も優勝してますから、ここまあ10年15年ぐらいを遡って、である程度地方交付税法とかありますから、国がね一回税金とかをかき集めて、それを元にして各地方、まあ各都道府県などに、まあお金を分配していると。だからまあ、ある程度優勝回数とか均一にしなかったら話折りつかないんですよ。で1950年ぐらいからの計算で日本一の回数とかリーグ優勝の回数とか、まあクライマックスシリーズ、これを揃えるのはかなり難しいですけども、まあ、優勝した回数だとか、まあ最下位の回数だとか、こういったところをね、みんな合わせていかなかったら、まあ大体同じぐらいのある程度の売り上げにはならないというところで、その均一性を図ろうとしている。まあこれはもうプロ野球の業界の皆さんだったらもう今頃全員淡井圭介のそういう話は聞いてると思うんですよね。で、かたやその頃、その日はね、23時ぐらいかな、それぐらいまで遊んでなくて、もう22時30分か40分ぐらいに、晩ご飯をやっと食べ始めたんですけども、かたやそこでね、日本の今度はサッカーで、キリンチャレンジカップがあって、日本とトルコの試合があって4対2で日本が勝ってるんですよ。だからその4点差をどう見るのかっていうところと、ソフトバンクは4点差で勝って、日本のサッカーが4点差で勝ってる。まあ他にもイギリスのセルティックっていうチームに日本人の選手がたくさん移籍していた時期があったと思うんですけども、同じリーグだったと思うんですけども、レンジャーズっていうサッカーチームもあったと思うんですよ。まあとにかくイギリスのチームですね。でそこもね、優勝回数が多くて、片や大リーグのレンジャーズは優勝回数が少ない、ワールドシリーズも優勝したことはないと。
まあ、こういうふうな状況である程度ね、つながってる。で、スーパーコンピューターとかが、まあ、人間の神がかり的な力の世界と、スーパーコンピューターが使う神がかり的な力と、まあ、国連という規模と法律と、それと、まあ、あの世の方たち、まあ、天の神様、こういったところがいろいろな条件となってきてるとは思うんですけども、まあ、結果とか状況を見たら、大体物事は見えてきますね。だから日本のプロ野球としても、まあ、サッカー界も同じなんですけども、優勝回数を、均一にしなければならない。で、絶対的なルールとして用いたいのが、各都道府県で、サッカーにしても野球にしても、プロの球団は一つだけ。それをしていなかったら、際限なく増えていかれても、結局、大企業とかで働いていたとしても、その多くの人は人材派遣会社の人たちとかであって、例えば IT 関係もそうだし、医療関係もそうだし、ホテルマンなんかはもうずいぶん昔、まあ僕は自分で働いたから、それは実感持って言えるんですけども、昭和63年、人材派遣業法が出来上がってからですね。で、安倍政権の頃に人材派遣会社の人も退職金が出るようにという法律ができたらしいんですけども、現実社会、それが守られているのかどうか。で、そういった人たちの本当は、ボーナスをもらえていたかもしれなかったりだとか、まあ、住居手当とか扶養手当、まあ、ボーナスと住居手当と扶養手当に関しては、法律的にはね、絶対に出さなきゃならないっていうものではないんです。で、これはしっかりとした売り上げがあったとき、その頑張ったということで、従業員の人たちが走り回って素早く動いて、効率化を図って、達成してきたことであるから、ボーナス出してあげましょうとか、こういう話があってね。まあ、職場がコロコロ変わったりとか、勤務先がね。で、これが人材派遣業法が出来上がってから、それがさらに加速してる感があります。で、J リーグも、2リーグ、12球団までで、一旦整理整頓しなかったら、キリがないですね。まあ、あとは複数本拠地制度。まあ今日ぐらいに阪神タイガースの優勝が決まると思います。当然、私としては日本一を狙いに行きます。これは根拠あるんです。法の下に平等、1950年からの換算で、リーグ優勝の数だとか、日本一の数だとか、最下位の数だとか、クライマックスシリーズの優勝の数を均一化していかなければならない。そうしなかったら商業原理的には本当は無理なんですよ。でも、スタジアムを作るべきではない。で、席も増設するべきではない。余計にお金がかかる話ですから。だから本当は、すべての球団がスタジアムを保有して固定資産税を払ってもらうような形にしてもらわなければならない。で、まあ、複数本拠地制度を採用したからといって、例えば、4つの都道府県のその本拠地を持ったからといって、そこのスタジアムを買い取ってくださいということではありません。それはさすがに不可能でしょうから、そこはスタジアムの使用料を払ってもらいながら、まあ、シーズンが開幕したら南から北に向かって巡業、夏場は北海道、東北とか、まあ、中越地方とか、まあ、中部地方のその長野県とか標高高いところのスタジアムだったら、もう新しく作らなくていいですよ。もう、今あるところだけでいいから、そこを順番に巡業していけば、ファンの数は、人口は今少子化ですから、何か手を打たなかったらもうどうしようもなくなるんですよ。で、スタジアムの建設費用がまず余計であると。で、延長戦はいらないと。まあ、9回まででいいと。余計に、いろいろお金かかりますから。で、エネルギーの残存量問題もそうですし、照明とかもね、あんまり細かいことを言い始めると。それぐらいで物事を引き締めてかかるぐらい、まあ、取りかかるっていう意味でね、対応してもらわなかったらという部分ですね。本当に早急に早く改革しなければならない。
政府と一体になってというところですね。だから朝日キリンチャレンジカップも考えものといえば考えものなんですよね。本当に必要なのかどうかで考えると、だからラグビーワールドカップに関して、もともとこれはね1998年、僕はフルスラーパークで勤務していた頃から国会議員の方たちとかも、まあ、テレビでもおっしゃってましたし、まあ、全員もともとはそういう意見だったんですけども、アサヒビールがスポンサーになってると、他にももしかしたらスポンサーになってるとかあるかもしれませんよ。でドイツとかにアサヒビールを売りに行ったりしてるんですよ。じゃあドイツの業者が日本にビールを売りに来られたらどうなんですかって、実際外国産のビールとかは一流ホテルとかでは置いています。これはシャンパンとかワインとかでも同じなんですけども、外国産です。シャンパンはシャンパーニュ地方という地方で取れたものがシャンパンであって、あとの発泡するようなものは、スパークリングワインと呼んでいます。ああいう種類のものはね、ワインなんです。もともとブドウとかから作ってますから。でお互いその貿易し始めたところで、自分の国で自分のビール作ってる中飲めばいいじゃないですか。でお互いが輸出しなかったらいいじゃないですか。でまあ大体のところを物事を揃えていくと、そのエネルギーのね無駄な消費っていうものがなくなるでしょう。お互いが運ばなくていいから、あの距離を。その辺のところでね、スポーツ業界もワールドカップ一本かなにするとか、何かそういう風な手法をしなかったら、国内でもプロ化とかしたのに、気になくなるでしょう。何カップって増やすと。で、大量のエネルギーが消費されてる。で、そこで一般の労働者が、まあ、賃金たたきに合ってる。全てがスポーツ業界のせいだとは言いませんよ。だからその辺のところはエネルギーの残存量込みでね、問題込みでみんな頭の中入ってます。もうガスの採掘可能埋蔵量技術的に50年分ないですよ。これが原発を早急に再稼働させなきゃならない条件でもあるんですよ。ガス火力発電所とか日本まあ、原発止めて対応しましたから。かといってウラン鉱も無限に出てくるわけじゃないですよ。穴掘ってる人たちの方がよく分かってますから。ロシアなんかは石油の採掘等で、今や地下1万5000メートルまで採掘してくれています。だから他の地域とかも今国連に要請しているのが、世界中の現在の採掘地点の一覧表、深さ何メートルまで来ているのか。地面の中は穴だらけ、一斉崩落で地震が発生しています。だから自分、まあご結婚されてるスポーツマンの方たちも結構いらっしゃると思うんですね。で自分のそのお子さんとかいらっしゃると、でその子供たちの未来を守るために自重しましょうと。で片や河川の氾濫とかのニュースとかあるでしょう。あれは河川の土砂のかき出しとかを行えば排水量は全然変わっていくんですよ。上流からとか、まあ、いろんなところからとか、徐々に土とか流れてくるんですよ。小さな石とか、まあ、ある程度のこれぐらいの大きさの石とかも含めてなんですけども、大雨の時とかはね、これぐらいの石とか平気に流れますから、それをかき出して、で、河川水門外式ダム発電とかを作った時にね、そこを、ある程度アスファルトじゃない、コンクリートで亀裂とかの間を、基本的に河川の底は岩盤地帯が多いですよ。だけども、すべてがそうじゃないんですよ。で、河川の底は抜けてるところは抜けてますから、ゴボッとそのコンクリートが割れてね。そこから空洞化、港川は昔そうだったんですよ。僕は小学生の頃、1980年ぐらいの頃、港川の、まあ、山のふもとぐらいのところなんですけども、まあ、平野っていう地名のところに近いんですけども、神戸市兵庫区のそこのね河川の底、まあ、下に降りていったことが、まあ、何十回とありまして、
そこにね、一部分、河川の底は、まあ、コンクリートなんですけど、そこが割れて、ゴボってそこ、水深、まあ、1、2メートルぐらいかな、抜けてるんですよ。だから大雨降ったら、そこから下、ずっと水が浸透していって、空洞化が広がるでしょう。阪神・淡路大震災、それも原因の一因の一つなんじゃないかなと思ってます。空洞化、一斉崩落。だからその辺のところ、まあ何回も言いましたけども、まあ基本的には高校生と大学生の運動部の人たちで、まあかまど発電の枯れてる竹とか倒木とか集めてもらったり、まあ立っていても枯れてる木はいっぱいありますよ。そういうのも根元からね、集めてもらって時間計をつけて。で、河川の土砂のかき出しも一部の地域はアスリートの人たちも参加してもらった方がいいんじゃないかと。で、そういう町を守る、河川の氾濫から町を守るっていう姿をね、世間に公開することによって、お客様がスタジアムに足運んでくれるとかね、要するに入場料とか、経営的な話ですよ。だからその辺のところで、ね、かっこいい姿が見せれるんじゃないですかっていうところを、まあ一部提起しています。だから、まあシーズンオフとかプロ野球選手とか体鍛えるんだったら、山に木切りに行ってほしいし、斧とかでね、斧かノコギリ、もうガソリンなんか使ったら負けですよ。チェーンソーとか使ったら。エネルギーの残存量問題ね。石油ももう残り50年分あるかどうか分かりませんから。それをなんとか深いところまで掘って、数字をなんとか上乗せしてるんですけども、もう2020年のデータで53.5年分ですから、石油の採掘可能埋蔵量。2019年は69年分だったんですよ。消費がものすごい増えてるんですよ。車とかたくさん売ってしまったから。本当はみんな電車、バス、徒歩。まあ、その辺のところもね、僕のホームページいろいろ見てもらって勉強していただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これが最近のスポーツの近況ですね。まあ、皆さんチャンネル登録と、あと、アップロードした時の通知が、着信が来るように、設定していただけたらなと思います。だから、今僕のこの動画をね、10年後とか見て、あの時ああしておけばよかった、こうしておけばよかった、ではね、もう済まされないんですよ。もう世界中全員僕の言ってる内容で動いてもらわなかったら無理ですね。世の中の限界見えてるんです。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。